何気なく通り過ぎてしまう道の駅、実はご当地の宝が詰まったワンダーランドなのである。主婦コンビのシャベルズが気になるものをザックザック掘り当てる寄り道万歳道の駅巡り。皆さんご機嫌いかがですか。どうもシャベルズです。どうもというわけで、はい、今日はですね、道の駅久保の里中川にやってまいりました。やったやった。ちょっと、はい、知ってるこの子の名前なんでしょう。知らん。新也くん。ほんま、ほんま縁あるね。縁あるな。1軒目で新也が迎えるというのに。新也行ってくるよ。はい、行ってくるよ。全編しないでください。やってきたのは国道55号沿いにある久保の里中川。地元の新鮮な食材が手に入るトレトレ市と喫茶室キラキラ星が一緒に活動していますが、まずお邪魔するのは産直のトレトレ市。案内人は店長の後藤さん。店長さんのこの笑顔、恥ずかしいこんなんするんだって店長の雰囲気でもこういい道の駅ってもう分かりましたわ。まず気になるのは道の駅には珍しい魚売り場。今日もできてくれたとこです。これ、すごい、すごい。今旬の魚は何なんですかね。そうやね、やっぱりタイとかボラも多いし。ごついなこれ。椿泊漁港から大小さまざまな魚が届きます。子供もやっぱ最近さ切り身が泳いどるとかいう時代やからこういうとこ来てやっぱ魚の姿を見せるっていうのもこういうとこね、食育やね。わかめも美味しいですよこれ。わかめ新物じゃないですか。美味しい。店長これどうやって食べるんですか。これね、言わせてください。言ってくださ い, カメラ目線言いましょう。これは言わせてください。酢の物。あれ店長さん、その食べ方、みんなやっ何言うか思わなかった。よかった、今一番美味しい、それが、それが一番わかめが生きるんやんか。ねえ店長。ちなみに、後藤店長のおすすめの酢の物はちりめんを入れたものだそうです。続いては、道の駅には外せない野菜コーナー。こちらでは、およそ40種類の野菜や果物が並びます。産直といえば野菜っていう感じありますよね。そうやね。ねえ、嬉しい。今何があれですか。春キャベツ、大好き。柔らかいですよね。この白菜もさっき持ってきてくれたの、これ。さっき？タケノコも見てあったタケノコ。アナンといえばタケノコでしょ、うん、他にも新玉ねぎやブロッコリー、大根やトマトなど今すぐ夕食に使える野菜がたくさん。他にも竹炭こんにゃく、はい、なんて言うんですか。真っ黒でしょ。真っ黒、これなんか夢なんじゃないんですか。これそうです。竹炭のパウダーが入っと、うん、こんにゃくの独特の臭みを抑えて、うん、で、あれです。あれあれですよ。なんですか。いや、まあ、だいたい体にいいのではないかとお客さんにも人気だそうで、見た目に反して味は普通のこんにゃくと同じとのこと。ここでハットさん、気になっていたものがあるとみんなを連れてきたのが、このね、手作りのこれらっきょうかな。えいこちゃんが作りましたっていうシール。かわいいでしょ。かわいいね。おしゃれでね。へえ、常にお化粧しとんよ。えいこちゃんラッキョ作るけど、このシールも作っちゃってるから。久保の里中川では生産者自身でポップを作るようで、さらに気になるものが。ちょっとこれ見て、大福でかいって書いてある。どういうこと。この地元の農家さんの、はい、大きい大きいイチゴを使って、もうイチゴのこのジューシーな感じがダラーっとこう出てね。もう果汁がね、はい、ダラーっと出てね。ジュワーっと、ジュワーっと出るじゃん。ダラーっと出たらいただきます。どうぞ。はい、どうぞ。大きい、すごい。あ、くるんだら。あ、ちょっと待って、ジューシーでしょ。すごいね。ダラダラダラでしょ。イチゴも大きい。来た。あ、スイはスータ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 言うのやめて。大
らーっと出た果汁を吸ってしまうほど美味しかったので。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これ今すごい売れてます。すいません、はい、大きいイチゴでね。すごい普通より大きいイチゴで。ありがとうございます。2個分ぐらい。バイト代出ます。ほんまやな。これ発生。今週はここまで。次回の寄り道万歳道の駅巡りの放送は4月26日。引き続き久保の里中川で阿南で育ったうなぎや中川の牛肉、野菜を使ったグルメもいただきます。お見逃しなく。